やリカルチョ所属。ポジションはミッドフィールダー。2006年にアトレチコミネイロの下部組織に入団し、2010年5月23日、アトレチコパラナエンセ戦にてプロデビュー。バンデル・レール・シェンブルゴ監督の元セカンドストライカーや攻撃的ミッドフィールダーとして継続的に出場機会を与えられ高パフォーマンスを見せた。 2010年8月、イタリアの US チッタディパレルモと5年契約を結ぶ。リーグ戦デビューは2011年1月17日のカリアリカル初戦でヨシップ・イリチッチに代わり途中出場した。2011年1月29日、ポルトガルのビトーリア SC にレンタル移籍した。同年8月20日、ウルグアイの CA、ペニャロールにレンタル移籍した。 2014年9月1日、カリアリカルチョに移籍し、再び、イタリアでプレーすることとなった。2018年2月11日に行われた US、サッソオーラをカルチョ戦後に採取した尿から、ヒドロクロロチアジドという利尿剤が検出され、半年間の出場停止処分を受けた。同年11月27日、2022年6月まで、 契約を延長したことを発表した。2019年11月7日、2023年まで契約を延長した。2019から20シーズン、これまでのキャリアで最多となる18ゴールを決めた。2009年、FIFAU-17 ワールドカップ、ナイジェリア大会に臨む U-17 ブラジル、代表メンバーに選出。2022年1月5日、 イタリアサッカー連盟が紹介したサッカーイタリア代表への招集が FIFA に正式に認められた。ありがとうございます。